ナジャベです。フェベです。フェベのバイダンチャンネルでーす。いつもご視聴ありがとうございます。よろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。さあ早速ですが、本日の企画がお前らこれをするから別れるんだぞー。いきなりなんですが、これをするからお前たちカップルは別れるんだ。ディズニーとかだとよく聞きますよね。初デートでディズニーランド行ったら別れやすいらしいよ。デートにディズニー実は向いてないらしいよ。そのようなことを何回も聞いたことがあると思います。ただそんな、もちろん別れちゃうカップル、別れないカップルありますけども、やっぱりデートでディズニーに行くと喧嘩とかいろいろ起きやすいんですよね。まず最初に、なんでそんなことが起きやすいのかというと、男子と女子とでディズニーランドに行くということの捉え方が違うことが多いんですよっていう。必ずしもそうではないんですが、こういうのが大きいんですよ。男子はディズニーにアトラクションに乗りに行ったり、ショーとかパレードを見たりだとか、パークで何をするかっていう部分を考えちゃうんですよ。なので効率的に回ろうとか、いくつのアトラクション乗れるか、そのような考え方しやすいのってやっぱり男性に多い特徴なんですよね。パークで何をするか。そして、反する女性に関しては、パークへ行くことが目的だったりとかするんですよね。彼氏とパークに行きたいが大きい目的なんですよ。ここが大きく分かれやすいんで、じゃあパークで何する？女の子が、インスタ映えの写真撮ろうよとか、なんか思い出作りしようよっていうのに反面、何言ってんの、そんな時間ないよ、行くよ行くよってなっちゃったりとかするから別れていっちゃったりするんですよねっていうような部分が多くあるんですね。まず僕の方から男性諸君に言わせてください。この動画を見てくださってる男性諸君、いやプリンス諸君と言わせていただきましょう。プリンス諸君は彼女奥さんとパークへ行く場合はプリンセスをもてなす一日だと思って回ってください。パークは女の子を、一人の女の子からプリンセスにする場所です。それが夢と魔法なんです。すべての女性はプリンセスである。このことを肝に銘じてください。もちろんお前の楽しみは二の次だ。じゃなくて、プリンセスをもてなすことを目的として回った方がカップルとしては絶対いいし、男性はそうあっていただきたいっていうような僕からの完全なる主観のアドバイスなんですが、それだけではもちろんなくてですね、本日お前らこれをするから別れるんだっていうような、別れやすい人たちが陥りがちなミス、何十人というような方々と僕はパークへ行ってきました。先輩だったりだとか、先輩の友達の家族も行きましたし、なんだったら、芸人の友達とか先輩の芸人とその彼女2組と、このカップルと一緒に行ったりとかしてきた僕がですね、こうしたらパークは回りやすいんだぞっていうようなことでございます。もちろん僕も今まで女の子と二人で自分の彼女と行ったりとかして喧嘩もしてきました。そのような反省を踏まえてこういう風にしてみてはいかがでしょうか。あくまでも参考までにですが、ある程度の、参考というか説得力があると思いますので、ぜひとも耳を傾けていただきたい。夢と魔法の王国を悪夢の王国だと思わずに、夢と魔法の王国だったなと思っていただきたいがために本日の動画でございますので、ぜひとも見ていっていただけたらという風に思います。さあそんなわけで、本日お前らこれをするから別れるんだ、いわゆるカップルが陥りがちな3つの落とし穴というものを紹介していきたいと思います。まず1つ目が否定してしまうこと。パークの中に入ったらいろいろ決めないといけないことがありますよね。次のアトラクション何に乗ろうかな、本日何を食べようかな、いろいろな決定することがありますよね。そんな決定、いわゆるちっちゃい会議を行っている時に否定をしないことです。いやこっちの方が効率いいから、俺インスタとか動画で見たんだけどこっちの方が効率いいらしいよ、この時間にエントリー受付やった方がいいらしいぞ、そんなようなことがあって、それは効率的じゃないとか、それは私乗りたくないとか、そういうので否定してしまうということが起きがちなんですね。あくまでも言ってください、男性女性両方とも否定しないことをまず念頭に置いていただきたい。
今日一日は否定せずに全肯定で一日回ろう。当たり前ですけど、人間で否定されるより肯定された方が気持ちいいですよね。そういう風に肯定し合うことによって一日を決めていこうね。でも肯定していくだけじゃ、否定しないと決まるものも決まらないじゃないか。そういうような方のために、こういう風にしたら否定をしない状況で円滑に次をどういう風にするかっていうことを考えれるよ。そして二つ目が共有することです。自分が次何しようって思ってる、自分が次何に乗りたい、そのようなものを共有することです。意外としないんですよ。なんでかっていうと、パークでサプライズしたらかっこいいから。特に男性がそうだったりするんですけどね、彼女の誕生日をお祝いしてあげたい、すごくポジティブな前向きな気持ち、素晴らしいことですよね。夢と魔法の国でサプライズをしてあげる。でもそのサプライズがあるから、俺は夕方ここが非常にいいベストスポットで聞いてるから、夕暮れの時間にあそこに行って彼女にプレゼントをあげたいんだ、そのようなサプライズをひた隠しにしたいがために、夕方ぐらいになったら女の子は、え、あれ乗りたいとか言い出したら、え、そっちじゃないんだよなみたいな感じでフラストレーション溜まったりとかする。だからサプライズ、ディズニーでするサプライズ、むちゃくちゃ失敗しやすいんですよ。なんでかっていうと、サプライズ用意してるがために、その先に喧嘩とかになっちゃうから、その前にいろいろストレス、こっちはサプライズあるんだよってなってストレスがかかっ込んでしまう。そのようなことが爆発して悪夢に変わってしまう。そんなことがあるわけなんですよね。なのでサプライズをするんだとは言いません。でもサプライズするとしたら、こういう風にしたら、そして共有することによって、この二人の喧嘩とか陥りがちな落とし穴をひょんと越えて、ライオンキングのシンバとティモンとプンプンがこうやって橋を渡っていたように、みんなあそこで落っこっちゃうんですよ。じゃなくて、この共有することによって二人で頭をこうして歩くことができますよっていうようなことでございます。そして最後に三つ目、形に残すこと。これすごく大事です。形に残すこと。何を形に残すのか。今日一日の夢と魔法の思い出を形に残すんです。写真とか動画で、最近とかだと1日を1分ぐらいの Vlog にディズニーの音楽に乗せて残しておこう、綺麗な写真いっぱい撮って、これをなんか透明な100均で買った綺麗なやつにこう加工して飾っておこう、それももちろんいいんですけども、パークのものを形に残すことが大事なんです。なんでかっていうと、この魔法の1日というものを形に、いわゆる目に見えるもの、部屋に置くもの、家で使うものなんかに残すことによって、あんな思い出があったな、またあの楽しい1日回りたいなっていうことが、2人のこの美しい日々をより長く続かせるためのきっかけとして、魔法としてものが残るんですよ。そういうようなきっかけのトリガーとなるためのものを残しましょう。この3つでございます。この3つ1つずつお話ししていきますと、一番最初に言った否定しないこと、さっき言ったように、じゃあどうやってプラン決めたらいいんだよっていう風になると思いますが、まず2人が何をしたいのか。タワーオブテラーは絶対乗りたい、ソアリンは絶対乗りたい、ビッグバンドビートは乗りたい、どこどこでテディ・ルーズベルトラウンジでおしゃれな、ドリンクを飲みたい、このようなことがあったとします。じゃあそれは優先順位一番上ね。で、乗れるんだったらトイ・ストーリー・マニアも乗りたいな、インディ・ジョーンズも乗りたいな、マジック・ラプ・シアター乗りたいな、じゃあそれ優先順位2つ目ね。2人の中での優先順位をしっかりと決めておく。そうすることによって、否定はせずとも、あれ行きたい、でも優先順位一番上これじゃん、そしたら今これ言っといて、優先順位それ3番目ぐらいだから後から行こうよ、そのようにして否定はしてない、でも行き先はちゃんと決まるっていうようなことを非常にしやすくなる。それなので優先順位は決めておきましょう。優先順位の有無で2人のこの恋路っていうのは非常に決まってきますね。喧嘩がなくなる、とにかく喧嘩がなくなるんです。喧嘩がなくなるの、とにかく優先順位決めとくだけで、これだけで本当に変わってきますので、ぜひとも優先順位は決めてパークへ行っていただきたいの。本当にこれだけで全く違います。なので事前でもいいので、前日とか2日前とか3日前とかにアプリを見てみて、あ、これぐらいの混雑具合なんだ、あ、今見てよ、今1日中、今お昼の12時だけど、センターオジアース15分待ちだよっていうことは、センターオジアースは優先順位1番だけどいつでも乗れそうだねとか、そういうような準備をしておいたりをすることによって、優先順位も決めやすくなるし、パークで当日行った時も次何するか決めやすいよねっていうこと。
そして二つ目、この二つ目が共有すること、何を一日のプランです。わかります。先ほど言ったようにサプライズを用意している、彼女の サプライズをお祝いするためにレストラン予約をひっそりとしておいた。これをひた隠しにして、今日はここのレストランだよ、今日はホテルに泊まっちゃうよ、そんなようなことしたいと思います。ただこのサプライズをするんだったら全部隠したいのわかるんですけども、全部を言うとは言いません。ただ今日レストラン予約したんだよねとか、そういうようなものは共有しておきましょうね。だし、ホテル今日撮ってるよ、言いたいと思います。ホテル撮ってるよって言うんだったら、例えばディズニーランドホテル予約しているとしたら、実はこの近くの安くて綺麗なレストラン予約してるからそこ行くんだよって言っといて、実はランドホテルでした。こっからここまでの落差作りたいのはわかるんですけど、こっからここまでのこの振り幅を作るがために喧嘩したら嫌でしょ？嫌でしょ？そんなタワーオブテラーにしたくないでしょ？急上昇みたいなことになりたくないでしょ？そんな悪夢のタワーオブテラーにならないためにも最低限の部分は共有しておくべきですよ。そしてどのタイミングで共有するかというと、待ち列で並んでる時に共有してみましょうね。次何乗る？この後何する？どこで夜ご飯食べる？そのようなことを待ち列の間を使って共有しましょう。待ち列が一番喧嘩が起きやすいと言われていますね。1日の中で15分20分何回も何回も待ってると、それはね、会話に尽きたりとかする。でも1日のプランを会話のネタとして取り入れたら、その分話すことがたくさんありますよね。俺フェイフェイの動画で見たんだけどさ、あそこのアトラクションむっちゃ面白いらしいよ、こんな話があってさとかでもいいし、とにかくこの待ち時間とか使っていろいろなことを共有しましょう。そうすることによって1個目に言ったその優先順位の話とかも織り込んで1日を決めやすくなるし、回りやすくなるよ。そういうような行動がエスコートって言われてるやつです。彼女が何も言わずとも次ここだよって連れて行くの確かにかっこいいかもしれません。でも次どこに行くよって言ってあげることも一つのエスコートですので、男性もちろん女性の方も次どこに行きたい、そんな話し合いを待ち時間とかを使って共有してみてはいかがでしょうか。そして最後の3つ目です。形に物に残すこと。もちろんね、女の子も男の子も一日今日の思い出をいい感じの、BGM つけて、EDM のミッキーマウスマーチのデデ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 デのあの音楽に乗せて綺麗な写真、おしゃれな写真いっぱい出てくるみたいな感じの編集してももちろんいいですし、それはそれは素晴らしい一日の飾りとなることでしょう。一日の綺麗な残し方になるでしょう。でも大事なのはデータじゃなくて物に残すことです。もちろんこれパークの中で何一緒に買うっていうような一個の楽しみとして一つあることもあるんですが、その後の二人のためにハッピーエバーアフターのために物に残すことによって、あ、こんなことあったよな、またパークに行きたいよな、パークから出て魔法が東京ディズニーリゾートのこの魔法の区画から出ても、二人のご自宅でとかそれぞれの家でこの魔法を感じるためには、このプチ魔法装置を作っておくべきなんです。そうすることによって、あの日すごかったなって思い出すトリガーにこの魔法のアイテムがなるので、なんでもいいですよ。マグカップでもいいし、さっきちらっと言ったように写真をプリントアウトして飾るものでもいいです。とにかく物に残しておくこと。その二人が買ったちょっとしたもの、ちょっとした写真の飾り、このようなものは値段に変えられない魔法の思い出を蘇らせるためのトリガーとしてお二人の手元に残るんですよ。なのでパークから出た後も二人が永遠に美しい日々を彩っていくための装置としてこの魔法のアイテムは置いておきましょう。データだと見返さないといけない。だからデータじゃなくて普段生活しているだけで目につく使うものを二人の魔法の思い出をして一個物に残しておきましょう。そうしたら絶対に二人の愛はずっと続いていきますので、そのような三つの点、この三つの点を押さえてパークに行っていただければきっと素晴らしいパークの一日になるだろう、そのようなことでございます。パレードアメキャンだからご飯行っとこっか。さあ、いろいろ偉そうな観点で恋愛マスターかのように
オラフとフリンライダーが一体化したみたいなかのような口調で言わせていただきましたけども、僕は結婚してないし、何回も彼女と別れてきたっていうような恋愛エキスパートではないですけども、パークをいろいろな方と回ってきて、そのような観点で本日のお話をさせていただきました。よろしかったら一つでも二つでも何だったら三つでもご参考にしていただけたらというふうに思います。この動画を見てくださっているカップルの方、はたまたまだ見ぬプリンス、プリンセスをお待ちの方、皆さんに愛のある毎日が訪れることを心よりお祈りしております。本日の動画は以上となります。また明日の動画でお会いしましょう。また明日。